浜崎あゆみ、浜崎あゆみは、まさきあゆみ。1978年10月2日台は、日本の女性歌手、シンガーソングライター。かつては、女優、モデルとしても活動していた。本名は、浜崎あゆみ、読み同じ。愛称はあゆ、あゆ、公式の英語表記は、あゆみ浜崎であり、作詞のクレジットとして、オリジナル曲の多くに用いられている。 ロゴマークの角張った A は、歩みのイニシャルから。福岡県福岡市沢楽出身。a b e x マネジメント所属。レコードレーベルは a b e x トラックス。血液型 A 型。モデルや女優としての活動を経て、事務所を移籍。1998年4月8日に、ファーストシングル、ポーカーフェイスでソロ歌手としてデビュー。歌手デビュー後の楽曲については、 オリジナル曲はすべて自身で作詞し、クリーメイでいくつか作曲も手掛けている。楽曲のみならず衣装、ミュージックビデオ、雑誌グラビア、CD ジャケットのレイアウトやライブ演出といったビジュアルアートに至るまで本人による徹底した非常に厳しいチェックを行っている。2012年発売のベストアルバム、A 様はベストのリリースにより、 シングルアルバムの総売上枚数が5000万枚を突破ビーズ、ミスター・チルドレンに続き史上3組目5年5ヶ月ぶりの記録を達成総売上枚数が5000万枚を超えたのはソロアーティスト並びに女性アーティストとしては史上初の快挙であった1999年1月発売のデビューアルバム A Song 4が約150万枚を売り上げて 歌手としてブレイクを果たすと、女子中高生を中心に、彼女のファッションやメイクを真似する若者たちが、像、マスコミなどから女子高生のカリスマと呼ばれるようになった。ファッションリーダーとして、ネイルアート、大きなサングラス、ヒョウ柄などの流行を生み出し社会現象となった。後にベストジーニストやネイルクイーンでは殿堂入りも果たしている。2001年3月期において、 所属レコード会社 a ック x 社の売り上げ利益の4割を稼ぎ出し、同年秋にアルバムの発売延期の情報が流れただけで、株価が下落するなど、同社の経営状態を左右するほど看板歌手としての、浜崎の存在感は高まり、浜崎頼りの同社の経営体質の弱点を揶揄する、あゆ依存という言葉も生まれたほどであった。また、2004年に、 エーベックスの経営方針をめぐって、当時の専務、松浦正人と、与田辰ツ会長が争った際には、浜崎歩みの言動が大きな影響を与えた。詳細は、エーベックスお家騒動を参照。幼少の頃に、父親が蒸発、母子家庭で育った。小学生の頃に SOS モデルエージェンシー福岡に、スカウトされ、浜崎くるみの芸名で、 福岡中央銀行のポスターや地元商業広告に登場。その後、東京のサンミュージック、現、サンミュージックプロダクションを紹介され、所属することとなる。都営地下鉄浅草線浅草駅のホームに掲示されているタレント養成所の広告は、加藤春彦と共に、この頃の写真が掲載されていた。1993年、テレビ朝日系、テレビドラマ、 ツイン図教師でドラマ初出演し、女優としてデビュー。1994年、芸名を浜崎歩美、先のイタイザ、木に改名し、同年4月に堀越高等学校芸能活動コースに入学。同級生には中山エミリがいる。渚のシンドバット、未成年や闇のパープル愛等テレビドラマ、映画、V シネマで女優として出演。 またグラビアアイドルとしての活動や歩み名義で、アルバム、ナッシングフロムナッシングのリリース、1995年、なども行った。その後、エーベックスの松浦雅人と知り合い、1996年末にサンミュージックとの契約が切れた後、ボイストレーニングのためニューヨークへと渡り、エーベックスからの歌手デビューへの準備が始まった。1998年4月8日発売の、 ファーストシングル、ポーカーフェイスで、浜崎あゆみとしてデビュー。多くの化粧品会社、製菓メーカーなどとタイアップし、テレビ、雑誌などのメディアによる、浜崎あゆへの注目度が上がった。1999年1月1日発売の、ファーストアルバム、A-Song 4で、オリコンチャート1位を初獲得、約150万枚を売り上げた。 同年4月14日発売のセブンスシングル、ラブデスティニー、ラブシンス1999でシングル初のオリコンチャート1位を獲得する。同年8月11日発売のテンスシングル、A が初のミリオンセラーとなった。同年12月31日、第50回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たす。この頃から女子高生を中心とした若者の カリスマ的存在となる。2000年4月より、初めてのコンサートツアーに挑むも、左耳の疾患、内耳性突発難聴により一部の公演を延期した。シックスティーンスシングル、シーズンズで136万枚を超える、大ヒットとなり、アルバムも3枚のミリオンセラーを記録した。同年11月、全日本優先放送大賞でグランプリを受賞した。以降、 2001年と2002年のオールジャパンリクエストアワード2003年のベストヒット歌謡祭でもグランプリを受賞し4連覇を達成している。2000年12月13日発売の 19th シングル M ではクリーとして初めて作曲を手掛けミリオンセラーを達成した。同年12月31日に初のカウントダウンライブを開催。 2001年3月28日、自身初のベストアルバム、A ベストを発売。宇多田ヒカルのアルバムとの同日発売で注目を集めた。夏には、東京、大阪、名古屋、福岡の4大ドームツアーを行った。9月27日発売の2フォー本シングル、ディアレストで、日本レコード大賞受賞、以降2002年、2003年で史上初の3連覇を果たす。 前年に続いて、史上初2年連続シリーズ総売上200億円を突破した。12月12日には、ソングネションに参加し、小室哲也の作曲、自身の作詞のもと、アメリカ同時多発テロ事件、チャリティシング、エーソングイズボーンを、グローブの稽古との共作でリリースした。2002年には、タイムシアジア版3月25日号の表紙を飾り、 1> 第1回 MTV アジア,アワーズで特別名誉賞を受賞。2002年4月24日発売の2、スシングル、フリーイージーは雑誌、フリーイージーとのコラボレーション企画であり、同時に雑誌の別館、浜崎共和国を発売する。7月24日発売の2、スシングル、H が日本のシングル CD の売り上げが、 全体的に低迷し始めた2002年において唯一、オリコン、日本レコード協会でのシングルミリオンセラーを記録し、9月26日発売の 2S シングル、ゴエッジに合わせて6年ぶりに女優として演じた短編映画、ガツに沈むが公開。10月12日、初のレギュラー及び総合司会を務める番組、エユレディがスタートした。 2003年3月12日発売のバラードベスト A バラーズではファン投票により選曲された。また、フィフスアルバムレインボーの初回版購入者がインターネット上のみで聴くことができたイスト楽曲に10万人以上のメッセージを読んだ浜崎あゆみ自身が詞をつけて完成させたレインボーが収録された。10月シングル30枚発売記念スペシャルライブ アミューズム、サーティースシングルコレクションライブが行われた。12月17日、初のミニアルバム、メモリアルアドレスを発売し、ボーナストラック以外の収録曲すべてに対し、プロモーションビデオを作られるなど、この頃から、プロモーションビデオの制作に力を入れるようになった。2004年3月20日、総合司会を務めていた、番組、アユレディーの放送が終了。この頃から、 CM 等のキャラクターの多くを交板し、歌手業に専念している。7月末、エーベックスを家騒動が起こる、初騒動、エーベックス参照。2005年には、愛、地球博開会式第3部にて、エーソングイズ・ボーンを披露。2006年6月21日発売の、40スシングル、ブルーバードでは、ソロ歌手及び女性ボーカルでは、史上初のシングル総売り上げに、 レーレレレレレーレー、前を達成する。この年の NHK 紅白歌合戦では、11月29日に発売されたエースアルバム、シークレットより、ジュエルを選曲し、初めてアルバム曲を披露することになった。2007年2月28日、A ベストに、ブラックマイナス、A ベストにホワイトマイナスが発売された。オリコンチャート1位及び2位を初登場で独占。 また、地震初のアジアツアー、香港、台湾、上海を開催。7月18日発売の4ファーストシングル、クリッター」、「フェ r f a t の DVD には、香港の俳優、余分楽、ショーン・ユーと共演したショートフィルム収録。12月5日には、初のデジタルダウンロード企画のみのシングル、Together w e n を発表。2008年4月8日に、 デビュー10周年記念を迎え、それを記念して、シングルコレクションアルバム、A コンプリート、オールシングルス、発売等、10周年記念の活動を行った。2009年3月25日発売のテンスアルバム、ネクストレベルでは、日本人アーティストとしては、初となる USB メモリ形態を発売した。2010年、シングル50枚目の発売に向けて、 作曲者を牧原則之や、デビュー曲、ポーカーフェイスなどの作曲を手掛けた、星野康彦や、活動再開をしたばかりの小室哲也を作曲として、迎え、3作連続シングルリリースし、歩み浜崎六君、ロールサーカスツアーファイナル7デイズスペシャルと題して、代々木体育館で7日間ツアーファイナルを開催した。 8月より日本のアーティストとしては初のデジタル 3D でのライブコンサート映画 a 3 d ディ・アユミ・ a m a a r e n a ツアー r 2 0 0 9 a ネクストレベルが公開。12月には浦田直也との共作ドリーム ON、o、をリリース。浜崎が自分以外のアーティストの作品を手掛けるのは今回が初となった。2012年8月8日ベストアルバム A summer best をリリース。このベストアルバムのリリースにより、シングル、アルバムの総売上枚数が5000万枚を突破し、B’s, Mr. Children に続き、史上3組目、5年5ヶ月ぶりの記録を達成した。総売り上げ枚数が5000万枚を超えたのは、ソロアーティストならびに、女性アーティストとしては、史上初の快挙であった。2013年4月8日に、 デビュー15周年を迎え、それを記念して、2012年11月8日から2013年3月8日までの毎月8日に5ヶ月連続でリリースを行った。同年には、デビュー15周年を記念して、歩み浜崎フィフティーンスアニバーサリーツアー、A ベストライブを開催。2014年11月23日、15年連続で出場し、 史上最多となる6回のトップバッターを務めた NHK 紅白歌合戦から卒業することを自身のツイッターにて発表した。この頃から CD の制作に時間をかけるようになりシングルのリリースを控えアルバムに専念するようになる。二0十五年四月十二日法務省の特別強制官を務める杉良太郎の呼びかけで刑務所や少年院へ問し講演。 歌唱などを通じて受刑者の改善構成を図ることを目的とした同省初の強制支援官に就任。2016年3月28日、A ベストのリマスター版である A ベスト -15th anniversary edition- を発売した。また、年末恒例となっていたカウントダウンライブの会場である国立代々木競技大一単位区館が 2017年春より、約2年間の耐震補強工事のため使用ができず、同会場にてのカウントダウンライブが17年目である、今年度の公演をもって、一旦終了となった。2018年4月にデビューから20周年を記念して、全国アリーナツアー、歩み浜崎 ARENA ツアー2018、Power of Music 20th Anniversary が開催された。 2019年8月1日、浜崎への取材をもとにまとめた小松なるみの小説、MI すべき人がいて、伝統者が発売され、初週3.8万部を売り上げた。同著原作としたテレビドラマが2020年4月からテレビ朝日系で放送される予定。名字の浜崎、浜崎の正しい読み方は、浜崎ではなく、は、まさきである。 2007年から初の日本国外での公演、台北、香港、上海を含むライブツアーを本格的に行い、東アジア地域への進出も果たしている。歌手デビュー前にボイストレーニングのために渡米しているが、デビュー当時は英語は不得意とコメントしており、ほとんどの歌詞は日本語であった。しかし、2002年以降は英語詞を含めた楽曲も多く発表している。2006年に CNN の日本特集、ジャパンナウ期間中に放送された対談番組、トークアジアでは、短時間ではあったが英語を披露している。犬、特に小型犬が好きで、チワワや、ダックスフントなどを飼っている。仕事場に連れてきており、ライブツアーの MC 中に、ステージに登場したり、ミュージックビデオに出演することもあった。2011年1月1日、カウントダウンライブ終了直後、 ツイッター及び自身のファンクラブのブログにて、オーストリア出身のモデル、俳優のマニュエル・シュワルツ、フィフティースシングル、L6 のウェディングソング、バジン・ロードを含む3部作のミュージックビデオで、共演していた男性と結婚することを発表。同日、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにて挙式した。ただし、日本国内での婚姻手続きをしていなかったため、戸籍上は未婚のままであった。 後に、2012年1月16日、ファンクラブのブログにて彼との離婚の意向を発表し、翌日、離婚申請が受理された。2013年12月12日、自身のファンクラブのブログにて、ロサンゼルス在住の男性と婚約を発表。2014年3月3日、代理人として、本人の母親が、都内の区役所に、婚姻届と米国の結婚証明書を提出した。 しかし、2016年9月11日、公式ファンクラブサイトのブログにて離婚する意向を発表した。2000年初のコンサートツアーの第二幕直前に多忙なスケジュールの積み重ね等の理由によって、左耳の疾患、内耳性突発難聴を患い、一部公演を延期した。医者からは、すぐ治療に取りかかるべきだと告げられていたが、ツアーを強行した。 後に、左耳の聴覚が弱くなる後遺症を負ったことを公表した。その後も、定期検診は受けるが、治療のための休養を取らなかった。そのため、2008年1月4日、自身のファンクラブのブログにおいて、以前から抱えていた左耳の疾患、内耳性突発難聴を悪化し、2007年末頃には、医者から、治療の術はないと、左耳の聴覚が完全に失われ、 治らなくなったことを告白した。2008年12月24日、過労による貧血で高所から落下。右手に全治3週間の重傷を負い、出演予定だった音楽番組の出演を急遽辞退。その後の自身のカウントダウンライブや初のトップバッターで登場する NHK 紅白歌合戦の出演も危ぶまれたが、緊急手術後、医者の条件付け出演を行った。 2011年9月16日、滞在先の米国で、急性陰陶炎を発症し、体調不良で帰国する航空機に登場できなかったため、生放送の音楽番組の出演を急遽取りやめた。出演については、意欲的であり、手配の際の心情を、自身のツイッター及びファンクラブ公式ブログに書き込みをしている。出演に間に合うまで、 各地の航空会社搭乗券を探しているといううちの発言等謝罪をしている。2002年1月末、インターネット掲示板を発端として、ライブ会場で浜崎あゆみが新商社の少女を罵倒したという動画付きの噂が流れた。新聞報道にまで拡大し、公式サイトやファン HP が嵐にあった。の会長兼社長、当時の与田達も、 声明文を発表。一方、本人の声明文でなかったことなどから大炎上につながる。雑誌、フリーイージーとのコラボレーション雑誌、浜崎共和国において、自分がデマを巻かれたことよりも、そのデマにファンが迷ったり、辛い思いをしたのなら、その方がよっぽど辛いとのコメントを発表している。なお、この事件の影響でこの年の、 アユミハマサキ ARENA ツアー 2002A では、スポンサーがつかない事態となり、ハマサキのライブスポンサーがつかなかったのはこの時のみで、ある2003年に1月に発売された問題の、アユミハマサキカウントダウンライブ2001から 2002A の DVD は、アンコールの大部分が、ラストの、ラスソロゴーンウィズザウィンドバージョン以外カット、されている。なお、 カウントダウンライブを行った国立代々木競技場での身体障害者用車イススペースは緊急時すぐ避難できるようアリーナの左右入り口と指定されているため暴言騒動となった前列の障害者を罵倒の信憑性はないと言える DVD に収録されている終了際の浜崎あゆみの MC では浜崎自身の友達が本公演を見に来ていることを告げており問題の動画は 本公演での浜崎自身の MC を部分的に編集したものであるとがわかる。2004年7月30日、当時 ABEX 専務の松浦正人は会長であった与田タツと経営方針が決裂死別会社を設立することを表明した。その直後、浜崎自身もマスコミに対し、彼の存続とともに浜崎あゆみの行方も決めさせていただきたいと思っております。 と、歌手デビューの際に世話になり、自身のプロデューサーである松浦追従親戚する考えを明らかにした。当時、エ b ベックスの売り上げの40%を稼いでいた浜崎の表明が決定的な打撃となり、株は暴落、株主からの抗議が殺到し、また、エ b ベックス社内は混乱に陥った。8月3日、浜崎の表明を大きく受け、経営陣は 方向転換を余儀なくされ、松浦は執行役員として復帰、後に社長就任し、遺跡の懸念等は解消された。松浦と対立したヨ田は代表辞任に追い込まれた。このお家騒動を理由にこの年の日本レコード、大賞など一連の賞レースを辞退し、移行賞レースからは距離を置くようになる。これについては、エベックスグループの内紛激、クーデター騒動も参照されたい。 2009年4月7日午後3時頃、渋谷109前のイベントスペースで、自身の書籍宣伝を行った。しかし、ゲリラであったにもかかわらず、数千人の見物客が集まり、その一部が、車道にはみ出すなどして、交通を混乱させた。その後、道路使用許可を取っていないことが発覚し、道路交通法違反の疑いで関係先が、家宅捜索を受けた。 その後、所属事務所と広告代理店は略式命令を出された。東京都内屈指の高級住宅街、田園調布にある大豪邸を10億円で購入所持し、その内容がメディアに公開された。ちなみに売り物件情報によると、地上3階建ての邸内にパーティールーム60、ゲストルーム50畳、 ベッドルーム37畳を備えた壺170万から180万円ぐらいの金額かつ約280壺あることから土地だけで5億円近い値がつくという。以下、浜崎くるみ名義以下、浜崎あゆみ名義以下、浜崎あゆみ,み名義。出演順は赤組出演順、赤組出場者数で表す。以下、浜崎あゆみ名義、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。